皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は伊勢物語の第115弾宮古島です。今日はここからです。それではいつものように拡大して読んでいきましょう。まずこれはないという漢字を崩したもので無と読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので可と読みます。 次はし。次はさんという漢字を崩したもので、みと読みます。次はち。次はのぎ坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。次はく。次はに。これは にという漢字を崩したものでにと読みます次はてこれはおです次はとこれはこですこれは女という漢字を崩したものです 次は、須藤さんの「須という漢字を崩したもので、「須と読みます。次は、「見る」という漢字を崩したもので、「見と読みます。次は、介護の「会」という漢字を崩したもので、「け」と読みます。これは、利益の「利という漢字を崩したもので、「り」と読みます。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。昔、未知の国にて男、女、住みけり。昔、欧州に男女が共に住んでいたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは老いてという漢字を崩したもので、 と読みます次は登るという漢字を崩したもので「と」と読みます。これは「こ」次は「宮という漢字を崩したものです。これは「こ」です。次は「へ」次は「い」。 次はなこれはん次はとこれはいですそしてふそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「男都へいなん」という 男が都へ行きたいというとうなります。次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは子次は能力の「能」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「女」これは「い」です 次は、登るという漢字を崩したもので、とと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、な。次は、し。これは、うです。次は、て。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。この女、意と悲しゅうて。この女は大層悲しく思ってとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはないという漢字を崩したもので、無と読みます。 次は、ま。これは、能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、な。これは、むです。次は、け。これは、お。 次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、に。次は、をのように見えますが、左上から右下に伸びる線がまっすぐですので、世界のせという漢字を崩したもので、せと読みます。次は、ないという漢字を崩したもので、むと読みます。 次は「と」これは「て」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「馬の鼻むけをだにせんとて」せめてせんべつなりともしようと思ってとなります次はここからです拡大して読んでいきましょう まずこれはおいてという漢字を崩したものでおと読みます次はきこれはの次は井戸の井という漢字を崩したものでういと読みます次はて。これはみやという漢字を崩したものです これは子です。次はし。これはま。次はとです。これはい。次はふ。これはところという漢字を崩したものです。 次ははこれはてです。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。沖のいて宮古島というところにいて。沖のいて宮古島というところでとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはさ。次はけ。これはのです。次はま。これは勢いという漢字を崩したもので、せと読みます。 次はてこれは「よ」次は「め」これは「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「酒飲ませて読める」 男に酒を飲ませて読んだとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれはお次はきこれは能力の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「うい」 これは手。次はみという漢字を崩したものです。次は超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。これはや。次はく。これは与えるという漢字を崩したもので、よと読みます。 次は利益の利という漢字を崩したもので利と読みます。次はも。これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。次は奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます。次はし。 これは木です。次は八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は三という漢字を崩したもので、みと読みます。これはや。次はこ。そしてし。 次は、ま。これは、へです。次は乃木の、のぎ坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。次は、は。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、 木のように見えますが横棒が多いですので連合の連という漢字を崩したものでレと読みます次はなこれは利益の利という漢字を崩したもので利と読みます次は介護の介という漢字を崩したものでけと読みます 次は利益の利という漢字を崩したもので利と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう置きのいて身を焼くよりも悲しきは宮古島辺の別れなりけりおき火がついてからだと焼くよりも悲しいのは 都へ行くあなたに別れる、この宮古島辺の別れでございますよ。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。